会で追及をしてきた田村智子参議院議員党副委員長からお訴えを行います。お来日様、ご参詣の皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ良い年となりますよう、私たち日本共産党も足立区の区議会議員が勢ぞろいをいたしまして、また足立区選出の斉藤真理子都議会議員も一緒に皆さんに新年のご挨拶をしております。ご紹介いただきました参議院議員と副委員長の田村智子です。昨年本当に突然新聞やテレビからたくさん取材を受けるようになりました。年末には来年の抱負、来年はどんな年にしたいですかということをだいぶ聞かれました。私大体同じことを答えました。闇を晴らして満開の桜を心ゆくまで楽しみたい、本当にそういう思いなんです。桜を見る会の問題で安倍総理に予算委員会で質問をしたとき、私も消費税を 10% にしておきながら税金使って自分の講演会のおもてなしをする、こんなことがどうして許されるのかと本当に怒りを抑えることができませんでした。それから本当に大変な毎日が始まりました。当初は新聞もテレビもあまり報道してくれなかったんですけれども、野党の皆さんがみんなでこの桜を見る会はこれまでの安倍政権7年間の政治の私物化、お友達のための政治、これがもう凝縮して現れている、この問題一緒に追及して安倍政権を倒していこう、野党がみんなで心一つに、まさに昨年の流行語のワンチームとなって、さまざまな追及チーム、追及本部、質問を繰り広げてまいりました。本当に私もその中で驚いたんですけれども、安倍総理に都合の悪い資料はあっという間にシュレッダーにかけたことにされてしまうんですね。安倍総理に都合の悪いことは職員に聞き取りをしても記憶が定かではなくなってしまうんですね。こんなやり取りをもう2ヶ月ぐらい繰り返していると、私はまるで目の前で民主主義がガラ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 と音を立てて崩れていくような思いに本当にとらわれました。いくつかのメディアからはなぜか安倍総理と会食を責任者の方がやった後にはですね、コロッと変わるんですね、対応が。いつまで桜を見る会の問題追及するんですか、こうやって問いかけるメディアも出始めてしまいました。でも私はその時にこう答えました。長引かせているのは安倍総理です。間違ったことをやった、申し訳ないことをした、そういう時にはその資料を全部出して申し訳なかったと国民に謝ればいいんだ、そして国民に恥ずかしくて顔向けができないからと、もう総理はやめますと言ってくれれば、この桜を見る会の問題、私たち追及終わることができると思うんですね。これをやらずに総理の嘘に政府の人たちを突き合わせていく、総理の嘘に合わせて資料が捨てられていく、これは本当にとんでもないことだと思うんです。国立公文書館というところには桜を見る会の資料がたくさんあります。総理のおじいちゃん、安倍総理のおじいちゃん、岸内閣時代の桜を見る会は名簿も全部国立公文書館に保存されていて、インターネットで桜を見る会に誰が招待されたのか見ることができるんですね。それを見てみますと、戦後あの大陸からですね、引き上げ、マンボウが痛くなったのでたくさんの人を、中国に送ってしまいました。その引き上げに本当に苦労をした、あるいは兵士の引き上げにも本当に苦労をした、その引き上げの支援に関わった人たちが桜を見る会の招待者として名前がしっかり記されている、こういうことを私たち見て、一体時々の政府が何を大切に思って政治を行ってきたのか、こういうことが分かると思うんです。行政文書、公文書、これが安倍政権になってから次から次へと書き換えられる、捨てられる、なかったことにされてしまう、
こういう歪んだ政治おかしいんじゃないかと思う方が今大勢広がっていると思うんです。私は自民党を応援してきた、公明党を応援しているこういう方の中にもいろいろ安倍総理のやっていることはどうもおかしい、桜を見る会は納得いかない、こういう方いらっしゃると思うんですね。どうか皆さん立場の違いを超えて当たり前の一票ではない真っ当な政治、これ一緒に求めていこうではありませんか。私田村久保子も桜を見る会の付け役としてメディアに様々に、取材をしていただきました。野党の皆さんと一緒にまさに心一つに真っ当な政治を求めてこの桜を見る会の問題も引き続き追及をしてまいります。どうか子どもたちに恥ずかしくない政治を皆さんと一緒に実現をしていこうではありませんか。心から呼び掛けたいと思います。お大師様、ご関係の皆さん、新年おめでとうございます。毎年この場所から新年のご挨拶、両共産党の足立区議団、そして斉藤真理子都議一緒に、ご挨拶をさせていただいております。私参議院議員の田村智子です。今年2020年をどういう年にしていきたいか、私は昨年芽生えたいくつもの新しい芽を大きく育てるようなそんな2020年にしていきたいなと思っています。その一つは若い皆さんの声が政治を動かしているということです。高校生の皆さんが大学の入試をめぐって真っ当な意見を次から次へと文部科学省の前で声を上げ、国会の中で声を上げ、この安倍政権、安倍総理のトップダウンの入試改革なるものをストップをかける、こういうとても素晴らしい出来事が昨年は起こりました。民間の英語試験を大学の共通テストに取り入れる、これおかしいなって本当に誰もが思ったんです。だって民間の方の試験バラバラで、どうやってその基準、学力を測るんだろうか。また民間の試験と試験場は数が限られている、共通テストに払う受験料以外にも受験料を払って遠い場所まで受験をして、これでは地域格差や経済格差がますます広がってしまうんじゃないか。高校生たちは早い時期からそういう声を上げていたんですね。それでも見切り発車をしようとしていた安倍政権というのは何なのかと私も怒りを禁じ得ませんでした。高校生たちの真っ当な訴えが英語の民間試験導入にストップをかけました。それだけではありません。ベデッセという会社だけが受託をした国語や算数の記述式試験も、大体受験生対策をやる民間企業が大学受験の問題を作り採点もやる、こんなのおかしいだろうという、これまた最も真っ当な高校生の主張を受け入れて、この民間試験の導入も見送られることになりました。若い皆さんの声が現実の政治を動かしている。先ほどお話のあった気候変動の問題でもグレタさんのあの、勇気ある行動を見て、この日本の中でも10代20代の若者たちが気候変動のパレード、もう緊急宣言をせよと、緊急事態なんだと、気候変動に対して本当に実のある行動を政治は取るべきだと、こうして全国各地でパレードが行われる、政治に向けて発信が今始まっているんです。大学の授業料が高すぎる、値下げも、この運動も各大学で巻き起こっています。こうした若い人たちの声に応え、若い皆さんと一緒に新しい政治を私たち日本共産党も何としても求めていきたいと思っています。皆さんともに力を合わせていこうではありませんか。そしてもう一つ、昨年本当に大きく目が開き始めたのは多様性、個人の尊厳を求めるさまざまな皆さんの声だというふうに思います。私たち日本共産党も多様性、個人の尊厳、これは日本国憲法の最も土台にあるもの。これが花開く日本の社会は
どれだけ一人一人が生きやすく、どれだけ一人一人が自らの光をまっすぐに社会の中で生かす、そういうことのできる世の中になるだろうか。こうやってジェンダー平等や個人の尊厳を昨年の参議院選挙でも大きく掲げることとなりました。民主主義というのは異なる意見があるのが当たり前です。異なる個性がそれぞれ恐れることなくその個性を発揮する、自らの意見を表に出して、まずお互いにその意見を聞き合い考え合う、これは今日本の社会の中で本当に傷ついて本当にないがしろにされてきている問題だと思うんです。でも小さな変化もあります。実は私たち日本共産党がこうした民主主義の問題を踏みつけにしている、あの香港で起きている問題ですね。若者たちの民主主義を求めるデモに対して警察が暴力的に襲いかかる、中国政府が武力で排除することも厭わない、こういう対応することに対して私たち日本共産党は何度も中国政府に対して香港で武力を煽るな、平和的な話し合いの解決が求められているんだ、圧倒的な軍隊の力を持って学生たちのデモを封じ込める、市民に銃口を向ける、こんなことがあってはならないということを繰り返し中国政府に対しても私たちはメッセージを送り続けたんです。そうしたらこの日本共産党の態度は素晴らしいと自民党の参議院議員が、参議院の外交防衛委員会の中で2度にわたって評価をする、同じ立場を日本政府が取るべきだ、こんな質問もやっていただけたんですね。私はこうして立場は違っても政党は違っても理にかなったことは認め合うということが、この日本の社会で日本の政治の中で本当に求められていると思うんです。昨年私ある大学の学園祭に招かれて、他党の人たちと一緒に青年の若者たちの政治参加ということを考えるシンポジウムに参加をしたんです。その中である学生が手を挙げて自分の意見を言う、政治についてものを言うことは怖いって言ったんです。そんなことはとてもできないって言ったんです。私とても悲しくなりました。政治っていうのは暮らしに結びついていますよね。消費税が増税されて嫌だって言っていいと思うんです。学費が高すぎるよ、医療費の負担が重すぎるよ、介護保険もっとなんとかしてよ、こういうことってみんな言っていいと思うんです。それはみんなでどうしたらその理にかなった意見に応えることができるのか考えて政策を作り上げていく、こういう日本の政治を私は何としても花開かせていきたいんです。今日本共産党は市民と野党の共闘ということでこのことにチャレンジをしています。政策の違う他の野党とどこで一致ができるのか、桜を見る会に見られるような嘘つきの政治をやめる、ここでは完全に一致しています。まともな民主主義の政治を取り戻していく、そしてまた、庶民増税である消費税に頼るのではなくて、儲かって儲かって溜め込み金が増え続けている大企業や大株主の皆さんに応分の税金を払ってもらおうじゃないか、ここでも実は一致をしているんです。沖縄の辺野古を見てみれば沖縄県民のその気持ちも意見も踏みにじって、辺野古の海の埋め立てが止まらない、これはおかしいよ、辺野古の海の埋め立ては一旦中止をする、そしてアメリカ軍の日本での在り方を問い直していこうじゃないか、実はここでも一致をしています。原発に頼っていてはおかしいよ、自然エネルギーに大きく方向転換をしていこうよ、ここでも一致をしています。個人の尊厳、多様性を認め合う社会を実現していこうじゃないか、選択的夫婦別姓も実現しよう、これも一致しています。皆さん、こういう政策の一つ一つの一致はもはや安倍政権に代わり新しい政権の希望にもつながっているんじゃないでしょうか。どうか
皆さんが実現してほしいと思う、この政治、皆さんの願い、要求を声に出して、そして私たちにも届けていただきたいと思います。一緒に考えましょう。一緒に実現していきましょう。一緒に政治に希望が見える、そういう2020年にしていこうではありませんか。私たち日本共産党も立場の違いを経て、多くの皆さんと力を合わせ、今年1年が実り多い年となるように全力で頑張り抜く、このことを申し上げまして、新年のご挨拶いたします。今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。支払い大臣、発行でに高野の主体は日本共産党、田村智子、参議院議員、左側、党、選挙を捉えております。続いて